大人の時間へようこそ。この場はいい大人の悩み事、恋愛相談、たまにはたわいもない話で盛り上がる空間です。さて、今宵はどんなゲストが来るんでしょうか。早速今宵のゲストがいらっしゃいました。いらっしゃいませ。こんばんは。どうも。本日のゲストは相川翔さんです。どうも、相川です。よろしく。久しぶりじゃ久しぶり、久しぶりじゃないじゃ久しぶりじゃない。まあ俺らの年齢になるともう半年1年は、うん、もう久しぶりじゃないよ。まあだって翔さんとの付き合いも何年ですか。30もう何年だ。30何年でしょ。多分最初にあった25ぐらいとか。何だった最初会った時。東映の V シネマだと思うな。なんかのでも俺は25ぐらいの時に、やってないやってない、いくつから。やってない。俺はね28とか9だよ。27とか8、89年ぐらいから始めてるから。デポダムピュー、ピュー。そう、あの頃は会ってないから。その後だと。その後なんだよ。だから90年になってからだと思うんだよ。会ったのが。会ってんのはね。でもそれでも楽勝で32年間。まあ、まあ、ということで今日はあのうちの店はこう、まず一杯目カクテルをなんか飲んでいただくと。カクテルね。あのうちの優秀なバーテンダーカットが腕のいいね。腕のいいカットが入らないので。あ、そういうことね。ねそうだね。俺湘南ゴールドいつも食べるから、はい、湘南ゴールドなんかうまいやつをぜひかしこまりました。お願いします。はい、湘南ゴールドが好きなのはやっぱり湘南の風つながりで。関係ないけどね。関係ない。いや結構ね毎年湘南ゴールド送ってくれて。美味しいのよこれ。送ってくるの。送ってくるのよ。どれが。あの地元のね人から。湘南の地元の人からさ送ってきてくれるんだけど、これ美味しくてさ。これは何なんですか。湘南ゴールドってみかんだよ。まあ言ってみれば、みかんだよ。へえ。まあみかんだよね。そうです。言ってみればね、みかんのちょっと品種改良したの。いやむちゃくちゃうまいよでも。へえ。うちのバーテンダー腕が優秀なの。美味しいやつね。美味しい。あ、湘南ゴールドの。でちなみに何飲んでる。自分はあの焼酎の、あの俺のこのマスターブレンドのソーダ割りです。ああ、これ何だ。マスターブレンド、まあ、焼酎ですよ。普通の焼酎だね。ちょっとね瓶はウイスキーなんですけど。ああ、そういうことね。中が焼酎、中が違うね。あ、マスターブレンドの焼酎。うまそうだ。まあどうも。いやどうも、どうも、しばらくどうも。半年ぶり。半年も経ってないね。4ヶ月ぐらい。あの時で2年ぶりに会ったの。2年ぶりかなあれ。あ、うまいねこれ。うまいでしょ。うまい。ここのカクテル美味しい。もう湘南ゴールドバシバシじゃん。バシバシ。京都のジン。あ、うまいねこれ。ジンなの。これジンです。これうまいわこれ。結構いう名前が。木の実。うん。うまい。これうまいわ。でも90年になってからだから。いや、うん、だから現場で一緒になることはほとんどなかったんだよ。だからパーティーだったり東映の同じ作品出てても、うん、多分そうかな。多分がっつりやったのって。あの3匹の竜からかもしれない。あ、3匹の竜やったね。うん、がっつりやったの。あれか。それとなんとかとなんとかってわけよな。タイトルは3匹の竜だから翔さんと俺のやつとか、ね、東映は多い。多いね。多いよ。そっかそっか。3匹の竜あったね、そういえば。あれもなんか懐かしかったですね。うん、そうだね。あのデッドアライブの時にさ、うん、あのうちの子供連れてさ、うん、ね、たまたまあの一人見るのがいなくて、俺があの抱いて現場に行って、で誰かにこれ渡しとけば大丈夫だろうと思ったら、なんで俺に渡すの。いやいやいや、そしたらさ、お皿のピエロを見てさ、俺がピエロの格好。ピエロ赤ちゃんすげえ泣いて。めっちゃくちゃ泣いて。俺もうやだって。見てた時めっちゃ怒られて。やだって。相当恐怖だったんだよあれ。いや、あれはそういう顔だもんの、ピエロ。あれは思い出すな。俺からもう離れないんだから、そっからもう怖くてしがみついちゃって。あれも大変な撮影だったね。デッドアライブも、ね、デッドアライブも大変だったけど、まあ、三池さんが何言い出すか分かんなかったからね。まあでもね、面白かったけどね、当時はね。面白かった。あ、まあ、俺歌舞伎町芸人の撮影よくやってるけど、うん、デッドアライブであんなさ
でかい箱の映画がさ、ゲリラでさ、俺演歌歌手みたいな着物着て白いふんどしをさ、ね、履いてこうやって下駄で走ってんだから、そうだね、ゴーグルして、そうだよ、あの時のラストにさ、詳細腕なくなったじゃん、なくなった、うん、こうやって何出てくるの、バズーカ出てくるのかよと思ったら力魂出てくるってどういうことまああれはあれでもね、東京国際の時にあそこが一番盛り上がったね、うん、あやっぱ外人には受けるんだね、ファンタスティック系だね、ですごかったねあれはあのね、ドヨメーターの俺は初めて感じたよ、うーみたいな、結局さバズーカと魂ぶつかって地球が壊れるってどんな映画なの、そうそう、北半球飛ぶみたいな、北半球飛ぶ誰も生き残ってねえだってあの時にレンジさんがさ、うん、いやこの映画面白いなとか言って、第2弾も俺も出たいよって言った時にミゲさんが何だと思う、あの北半球爆発するんでみんな死んでますとか言ってでもさ、レンジさん急にさ現場でさこんな1ページのさ、うん、差し込みもらってさ、うん、めっちゃ切れた顔すっげー切れてたこの長ゼリフ今渡すかこの野郎とかあ、そう、どこのシーンだろうそれ、部屋のシーンかな、誰かがほらうんこまみれ殺してたし、 あった、ね、あそこで延々しゃべるあれ撮ったある当日差し込みその時は渡されたんだうわそりゃぶっちぎれたろうな、張さんだって絶対ダメだよね、俺はダメだね絶対まだね、うん、俺絶対ダメ、この作品だけねすげえ記憶深いのがあってさ、翔さんすごいのはさ台本で自分のセリフ手書きで書くじゃん、書く、うん、意外に翔さん字うまいじゃん、普通にね、いや普通にね、つながってるし字が違う、ね、で翔さんの字見ると読めないもん、読めない、あそっか、つながりすぎてつながってっからでさ見ててさこうやってさいちいちさ俺と二人で歩いててさ、移動車を引いてさワンカットのシーンよ、うん、で翔さんしゃべんなこうやってみんなが何回かやってて、よしじゃあ本番行こう、あじゃあ本番行こうっつって本番待って行ったらさ、翔さんこうカンペ見ながらさ台本見ながらさやる尺と覚えてる尺が半分なの、半分なんだ、覚えると半分で終わっちゃうんだ、覚えるとね、そこで覚えちゃうと半分だ、間が長くねえから、そっかそっか、バンバン喋っちゃうから半分だ、何回もで翔さんおかしいなって翔さん見てないだろうね、合わねえかって合わねえからまあそういうこともある、めっちゃ盛り上がった、 あと俺がさ初めて見たよ先輩でもさ、うん、俺ら撮影でさあれなんだ25ラストの倉庫のドンパチのシーン、大体俺ら撮影で発砲できないからさ口ばやらされるじゃん、やるやる、バー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 って嫌じゃん、嫌だね、でもあの慣れてないやつはさほぼでもバーンって言っちゃうじゃん、いや言っちゃうからねだからさ翔さんそれがやんないからって言ってさ、普通前の日におもちゃ探してさ銀玉鉄砲買ってくる、いやいやその俺と打ち合いしてて翔さんがこうやって打つの当たんねんその方がいいんじゃねえかなみたいななんで銀玉当たんねんっていやいいんじゃねえかなって、そういうのがあった方がいいんじゃねえかなと思ってね、あとあの時だってさ山奥だったよね工場が、山奥だったね、で俺の椅子にさなんか俺出番終えて帰ってきたりさ人の椅子に勝手にカブトムシのシール貼ってさ椅子の上にカブトムシ2匹ぐらいいてさ俺虫大っ嫌いだね、ほんと嫌いだよね、誰だこんなのって翔さんしかいねえだろうってどっから持ってきたこれって言ったら翔さんちょっと山行って取ってきた、まあね取ってくるか普通カブトムシ、そうなんだよ、だからもうちょっと隙間があるとその虫取り行ったり要するに鉄砲を調達しに行ったりね、まだ翔さんちあるのカブトムシの、もうえもうないの、あの今メダカになっちゃってるけどね、えメダカしか飼ってない、いやカブトムシはいるよ、いるんでしょ、カブトムシはいるよ、まだあのああいう部屋があってね、うん、部屋があって売れない役者よりの家よりもでかいそんなそんなでもうあそこはね追いやられてこれくらいのちっちゃい倉庫に変わった、切れなかった、切れない、切れない、別にもうだってまあしょうがない、離婚危機あった時にさあの温度調節を間違えて全員殺しそうになった時にぶち切れて離婚危機ってどんな離婚危機よあれでいっぱい死んだからね本当に10度割ると死んじゃうからね全部ね、虫が虫が、俺も虫が嫌いだから翔さんのコンペの時にさ
これいらねえのにいつもカブトムシとかさいいじゃんそれ俺椅子の下にいつも置いて帰るじゃんひどいやひどいやつだねなんで置いて帰るの誰かに置いてる誰か持って帰るよきっと誰か持って帰る家であんなの置いてでもそれはさ分からないよあの会場でさ細部にさ掃除する人がこんなのあったって思うそれ10個ぐらい置いて帰ってる人がいるって言わせるいやいやもう黙って持って帰るやつがいたからねそうなのだって俺の椅子に椅子の下に違う違うそうじゃなくてもう並べてる最中にさ黙って持って帰るのがいてさそうよあこの間ヒデオの時に言ったからあの伝説の翔さんのあのキャンプの番組あの時にねそうひどかったよね、うん、あれねあれ面白かったあ面白かったねやったピーだらけじゃんピーだらけピーとあと映像になってないこれこれ見せられませんそんなテレビあるの俺がにじますエアガンで撃ってるなら絶対放送できないいやいやあのロケット花火飛ばしてるのもピーだったじゃんそりゃそうだよロケット花火だいたいあれ翔さんのアイデア俺子供の頃あれやってたんだよやんない普通やんない子供の頃にやってたのよロケット花火をバットで撃つっていうのをさ打ち上げ花火こんなやんないもん打ち上げ花火をさそのバッターボックスに向けて撃つわけよそれでバッターはそれを撃つみたいなでも俺ら言うに言葉書いてじゃあ火でキャッチャーやれってすごいよ取れねえだろうみたいな当てたよね俺ひどいねひどい翔さんが当てたんだよ、ね、俺に打ち上げ花火言ってるんだよ俺はやっぱ人狙うよそれは当てた言って翔さんチェンジっつってったやだお前狙うだろって当たり前じゃんまあそんなことばっかりやったでもそんなことばっかりやったんだよな人に向けてエアガン撃っちゃいけませんまあ撃ってもう打ち上げ花火ヒデにバンバン撃ってたじゃんだってエアガンよいしょあそっかそういうの何やろ次特製のうん特製のね俺の特製の水割りで、はい、特製のコーヒー焼酎を焼酎、うん、これ持ち込みでしょ持ち込んだいいでしょ、うん、これいい匂いでしょハワイのでしょこれそうそうそうどうマスターこれマスターどうよこの匂いあのねゴルフとかどこ行ってもね大体自分でね、うん、焼酎入れても持ち込んでくるのちょっとこの出来栄えをねこの自家製の出来栄えをね甘い甘くない甘いでしょあれに似てるんプリンの上に乗ってるキャラメル系のカカオの、うんうんうん、いい匂いしてる、うん、どうこれ何種類混ぜてるこれ1種類よ1種類1種類1種類引いてこれ入れてちょっと水で水ありで、はい、これうまかったなぁ湘南ゴールドカクテル超うまいじゃんこれジンとオレンジって合うような気がするこれはむちゃくちゃいいこれはねいやこれおすすめだなこれ、うん、でも家でも飲むときはそんな薄く飲んでねだん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 濃くなっていくって感じあそうそうそうでも60って翔さんもう今年2でしょ、うん、2もう今月2だよもうあ今月か今月2これもう来月1じゃない、うん、還暦だ還暦だなんて騒いでさ、うん、還暦パーティーだなんかこなしてると半年終わるじゃない、うん、終わるもう61だもん翔さんでもまだ自分の計画の人生の半分じゃんまあ100だからね100だからさなんで100まで行きたいいや元気だったら100までいいじゃん元気だったら、うん、元気じゃなかったらもうすぐ死んでいいよ俺も100まで経つならいいけどいやそれでまあ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 だから100まで元気なんだねいやいや経ったとしてもだよ、うん、100歩譲って、うん、100歳のヨボヨボのじじいが下だけ元気っていうのに抱かれるってくれる女いるのかないやだから そういう状態だったらヨボヨボでもないよねあそこがうんあそこはヨボヨボにならないだからなんなかったら自分もヨボヨボじゃない他はそこだけ元気ってことはないから前現場でさ九州でロケやってる時は海があって、うんうん、翔さんなんかわけわかんない海があるからっていちいち現場に釣り竿持ってくるのやめてくれる浜でさ釣りやってて出番で呼ばれたからっつってさ俺と入れ替えになったらじゃあ俺ちょっとこれ見ててこれ釣れたらお前ちゃんと釣ったぞっつって言って俺は釣れるわけねえと思ったらかかりやかかってねでこうやって向こうで翔さん本番とか言って俺釣れたわけやで俺魚触れねえじゃん翔さんこれどうするの触れないよって言ったら翔さん本番って言ったらちょっと待ってって言ってお前現場なんだからよって現場に釣り竿持ってくる方が悪いだろって魚外してバケツにポンって入れてさいや頼むぞいや餌つけてくんねえと思ってだから現場が目の前が海だって最高じゃんいや俺最悪いや俺翔さんがいなきゃ別になんだそれ翔さんいたら絶対釣り竿持ってくるよ
あと八塚でね持ってくる。あれもあいつの車見たことありますよ。ない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 。あいつもねハイエース改良してースーパーハイエースでかいでしょ、こう開けるじゃない、両眼釣り座ってうわー。何釣りやってんの。ありとあらゆる釣り座、現場で対応できるように。もうクーラーボックスとか全部積んでんの。八塚でお前誕生日だろ、お前誕生日プレゼント何が欲しいって、ゼネレーター欲しいです。ゼネレーター欲しい。なんで電気炊きたいって。あいつなんかね孤独をね結構ね噛み締めてるとカッコつけて言えるって、現場終わってふーっと虚しいとダーッと見て一人で何やってたよ。要するにやってんだって。そうなんだ。その時に暗いから、タクゼネレーター欲しいって、バカでしょあいつ。いいんじゃないの。いそういう時期もある。ほんと俺も夜釣りとか行ってた時期もあったもん。本当に、みんな誘って。いやそれもさ、どれがいいか分かんないじゃん。アマゾンで探して買ったじゃん、ちっちゃいのあるよ今。えちっちゃいやつもあるよ。もうちっちゃいやつね結構 でかかった。それを買ってやって、でカズはカズはお前プレゼント何がいいって、俺に送ってくるのアマゾンで、あのドライバードライバーそれをすげえ高かったら怒るけど。えドライバーってどっちのドライバー。ゴルフのゴルフのドライバー。いろいろ送ってくるわけ。これがいい。ドライバーだったかな、アイアンだったかな、ドライバー高いから。ドライバー10万ぐらいするもんね。で、それでゴルフやったらいいやって買うじゃん。そっからアマゾンのゴルフと釣りのニュースが俺にバンバン入ってくるの。入ってくる。あ、そっか。全くもって興味ねえ。買ったから。あ、それで調べたから。俺は買ったからね。あ、データで残ってんだね。釣りとゴルフ。余計綺麗になるわけ。じゃあ釣りとゴルフはこのお客さんは欲しいんだなと思ってね。どうそっかそっか。要するに俺がやっても知れてるけど、みんなが頑張ればもっとグレート上がるじゃんっていうふうに考えてたから。利益の場合はさ、天井低下優雅独尊だから。俺の中では翔さんがいて利益がいて、どっちの要素も加味しながらなんか俺のパターンを作った。パターンをね。